はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。今回はハーツオブアイアン4続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、資源の不足等に悩んでどうしていこうかなというのを思案していたところだったと思うんですが、実はあの後ですね、軍の編成に戸惑っている間に、なんと連合軍にローマを吸収されてローマを失陥するというですね、ちょっと思いがけない事態に陥ってしまいまして、急遽申し訳ないんですけども、少しタイムリープをさせていただいて1937年の3月に戻ってきました。で、前回の反省を踏まえてですね、まずすでにこのアルバニアですねは併合済みです。で、これからギリシャを、征服するための宣戦布告をしようとしている段階になっています。で、一方、スペインの内戦にも介入してまして、軍を派遣しています。ご覧の西団なんですが、一応貢献をしているという状況ですね。で、研究の枠とかもですね、ちょっと変えてますので、そのあたりをちょっと見ていただきたいなと思うんですが、まず生産のラインはですね、歩兵をやっぱりちょっと充実させなきゃいけないなという前回の、教訓を生かして歩兵装備を重点的に生産させています。あとは主に航空機、飛行機ですね、これらを重点的に作って、で、船、艦船、軍艦ですね、鉄鋼をめちゃくちゃ使うので、もうですね、軽巡とこちらにある駆逐艦に専念します。軍艦、いわゆる戦艦を作っていくとめちゃくちゃ鉄を使うので、今のイタリアの鉄の獲得状況からすると、戦艦を作り始めるとあっという間に鉄鋼が不足してしまうというのがあるので、ちょっとね、火力面というか戦闘力の面で劣ってしまうんですが、軽巡洋艦と駆逐艦で、海戦の時には、主に航空隊ですね、空軍の援護を受けるというのを前提に、少し軽めの軍艦を重点的に作っていく方針に今回はしてみました。で、あとはですね、今行っている国家方針なんですが、次この追加の研究枠ですね、これを使っていきたいなというふうに思っています。で、その他の状況で見ると、ここのアルバニアの占領をやっていますので、あとはここのスペインの支援が終われば、今見ていただいた追加の研究枠を開放していくというのを検討しています。で、徴兵なんですけども、いわゆる陸軍の歩兵部隊ですね、陸軍の歩兵部隊と、あとはですね、この突撃機動部隊というのは騎兵と自動車化大隊のみで編成した、主に機動力を重点的に、鍛えてある突撃機動部隊、それと戦車機動部隊、これは戦車を配備している部隊ですね、の3編成で、ガシガシ徴兵を行っています。で、すでにアルバニアの方には部隊を派遣させています。これギリシャ遠征1軍となってますけど、このギリシャ遠征1軍で北から。で、今徴兵中の師団を新たにギリシャ第2遠征軍としてですね、アテネに上陸させるような作戦も検討していきたいなと思ってますので、ここからですね、続きをやっていきたいと思っています。では早速プレイの方していきましょう。で、その前にアルバニアの方にはですね、ギリシャとの戦いに備えて、この後飛行機を重点的に配備していこうかなと思ってますので、それも完了次第、まずは宣戦布告ができるような状態になりましたら、早速ギリシャに進行していきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。
で、電子機械工業ができたので、無線を使って将来的にはレーダーですね、を研究していきたいと思ってます。で、イタリア領中央ゲドマニア政府の正当化が完了したので、これで宣戦布告ができます。ギリシャに対して宣戦布告をしましょう。で、ドイツからの義勇軍派兵はもちろん受け入れて、で、彼らはひとまず ギリシャへと送っていきましょう。まあ、飛行機はガシガシ飛ばしていきたいので、もうアルバニアに重点的に少数であっても配備できる飛行機があり次第飛ばしていきましょう。で、政府の刷新では、空軍の長官を雇っていきます。で、アルバニアに、スペインの内戦に派兵していた部隊を出しましたので、をしっかりとやっていきましょうか。で、支援が終わってしまったので、これを一旦終わりにしなきゃいけないですね。で、あとは忘れないうちにやっとかなきゃいけないものとして、このアルバニアに派兵していた部隊も前線に投入していきましょう。
このままギリシャを押し込めればいいんですけどね。今だとこのスペインの内戦介入が中途半端なところで終わっちゃったから先に進めないのかな。これはどうすれば回避できるんだろう。なんとかさっさと切り替えたいところですよね。空軍のドクトリンを鍛えておいて、数が欲しいので編成が完了する前ですが出していきましょう。でこれをイタリアの、イタリアじゃない、第2軍として出していきましょうか。ギリシャ遠征軍の第2軍として出していきましょう。まあ、2軍っていう言い方するとね、なんかちょっと言い方が微妙ですけど。で、これを上陸作戦としてギリシャのアテネに強襲をかけていきましょう。ナポリから出てアテネに乗り込むと。このギリシャ戦線が落ち着いてくれば鉄の資源をだいぶ獲得できるのですごく楽になるんですよね。そのために今多少無理してでもこのギリシャを取っておきたい。
もうこのスペインの支援がキャンセルできない状態、これバグですよね。それともなんかやり方が違うのかな。回線の方はあんまり芳しくないな。で、前回ですね、この軍港の警備というか防衛を全くしてなかったので、いきなり上陸されてしまったので、まあ、それなりに軍を派兵、駐屯させるようにしました。あと、まあ、今後来たるべき連合軍との戦いに備えて、このエチオピア領にも、まあ、国境を中心に軍を展開させています。で、この北アフリカのリビアに軍を派遣する余裕がちょっと今ないので、さっさとね、このイタリア戦線を終わりにしたいなーっていうね、思いもあるんですよね。イタリア戦線、ギリシャ戦線が終わればある程度まとまった軍が余ってくるので、まあ、その時点でね、このリビアにも軍を戻していきたいなと。で、内戦の処理が終わってなかったんで、キャンセルも何もできなかったんですね、スペイン支援は。で、晴れてそれが終わったので、追加の研究枠を開放しに行きましょう。で、このギリシャ戦線が、まあ、すごくいい感じでは進んでないよな。このエビロスに航空基地があるので、このエビロスまでさっさと、支配権を確立できれば、だいぶ楽になりそうですね。ということから、もう一刻も早く軍を派遣したいな。完全に膠着してますよね。全然前線が押し上げられてないからな。
で、今ここにいるアテネ教習部隊が移動中ですね。で、追加の護士団も上陸準備が整っているので、これで少しはギリシャ戦線もまともになるかな。ローマの防衛がね、ちょっとできてないかなって感じだな。同じ鉄を踏みそうな気がするので、ちょっとローマに後で軍を派遣しておきましょう。で、エピロスについに航空機を出せますね。これでだいぶマシになるんじゃないか。あとこの中央マケドニアに関しても少し軍を出したいですよね。で、アテネに上陸できればだいぶ流れが変わるはずだ。ドイツから義勇兵、義勇軍一個師団、なんか三個師団ぐらい送り込んできてくれるとな、楽になるんですけどね。ソビエトで、指導部の粛清と。まだ上陸できてないか。ギリシャとのね、その海戦で貴重な船を失いたくはないんですけどね。で、無線ができたので、こっからはレーダーを作りにかかりましょう。ギリシャの上陸部隊はまだ上陸できないが、このイタリアの主力艦81隻がアテネ上陸作戦の支援に当たってますね。
よし、アテネに上陸が完了しましたね。そしたらこのアテネを攻略した部隊で、少し前線を押し上げましょう。ちょっとまた完璧な状態ではないですが、5師団プラス戦車大隊1隊を強制徴収かけて、これをギリシャ遠征第3軍としてトルコ方面のギリシャ領への進攻部隊にしましょう。でラインの方なんですが、足りてないものを中心に作っていった方がいいよな。そうなると戦車かな、戦車に軍事工場を割り当てましょう。でアテネには駐留させておきたいので、このまま駐留させて、このテッサロニキの方に首都が移ってるので、テッサロニキの方にさっきの戦車1部隊と歩兵 5師団ですねを派遣していきましょう。あんまり時間をかけてるとそれこそギリシャが他に支援を求め出したりしても厄介なんで。で次は陸軍優先にして空軍改革を狙っていきます。レーダーも作っていきたいんですが、その前に生産効率を上げて、レーダーができるようになったらもう各地にレーダーをばらまいていきます。ここ半島を移動するよりも船で移動した方が良かったですね、今思えば。でテッサロニキに進攻するこの6個師団ですね、ギリシャ遠征第3軍、これの上陸が完了したらすぐテッサロニキに向けて進軍させましょう。でアテネは引き続き防衛をしてですね、早期に ギリシャを降伏に持ち込みたいですね。
理論家とかいらないからな。そうなると陸軍長官を指名していきましょう。陸軍の指揮にするか、防衛にするか、機動にするか。まあ指揮にしとくか。で、上陸したので、ギリシャ遠征第3軍をテッサロニキに進行させていきましょう。中央マケドニアまで進行できれば、また飛行機を大量配備して戦局を一変させられるんで、まあ、そこまではゴリ押しですね。と言っていたら中央マケドニア入りましたね。そしたら近接航空支援機を32機配備して、もうちょっとね、数欲しいですが、まずは32機配備しましょう。で、テッサロニキを取ればどうだ？それこそなんか、こちらの幸福勧告ができる状態にすらなるんじゃないかな。大日本帝国が宣戦布告と。で、テッサリアを手に入れたので、ここに再び対艦攻撃機だけか。まあでも対艦攻撃機でもないよりはマシだな。いやー、対艦攻撃機必要なかったな。まあ今更ですね。で、テッサロニキがもうすぐ陥落させられるかな。このまま順調に推移してくれれば、テッサロニキまで一気に落としましょう。あとはこのペレポネソスですよね。ここをまあ取るかどうかっていうのもちょっとあるかなと思うんですが、時間がちょっと良くなってきましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回このギリシャ征服戦争続きをプレイしていきたいなと思います。というところですかね。
もうちょっと飛行機の数が欲しいかなというところですが、一旦じゃあここで終わりにしていきましょう。というわけで、また次回よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。